こんにちは、宗像応援大使のワンちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日の動画では、日本人はよく間違える英語について話したいと思います。で特に、いろいろあるんだけど、一つはよく聞く間違いについて話したいと思います。それはプレイの使い方です。私も大学でもう18年ぐらい教えてるんだけど、この間違いはもう必ず毎年は学生の口から聞きます。で、プレイは日本語に直訳すると遊ぶでしょ。プレイと遊ぶ、ね、で、そういう訳、そういう風に訳してもいい時もあるし、訳したらダメな時もある。で、これからちょっとそれについて説明していきたいと思います。まず、ちっちゃい子供、だいたい保育園とか幼稚園とか小学生だったら、遊ぶイコールプレイ。例えば、ママ、友達と遊んでいいって言いたいときに、Mommy, can I play with my friends? Mommy, can I play with my friends? って言っても全然 OK です。ただ、中学生とか高校生になったら、そういう遊ぶというプレイという単語は使わなくなるんですよ。使わない。すごく幼い単語、英語では。だから、中学生とか高校生、大学生だったら、友達と遊ぶっていうことを言いたいときに、spend time か hang out というふうに言ったらいいです。spend time は時間を過ごす。そして hang out はちょっと若者用語、なんかスラングみたいな言い方なんだけど、どっちでも OK です。例えば、I spent time with my friends on Friday. 金曜日友達と遊んだ。それか、I hung out.With my friends on Friday. 金曜日友達と遊んだっていう意味ね。だからどっちでもいいんです。Spend time でもいいし、Hang out でもいい。ただ、Play は使わない。その時にね。だから、ちょっと復習しようね。子供、ちっちゃい子供、保育園、幼稚園、小学生は遊ぶは Play は使っても OK です。ただ、中学生とか高校生、大学生だったら友達と遊ぶって言いたい時に Spend time かHang out を使ったらいいです。使った方がいいです。わかった。覚えとってね。またねー。